けど、何？わ、私に？でも。していたところなんだけど、見ればわかるよ、あたし邪魔。何言ってるのよ、七不思議のお話をしてたのだろうね。え、なんでわかるの？七角ペンダントが原因で進くんの身の回りに何かあったんでしょう。違うの？
鼓、七不思議って全部言える？七不思議って言ったってきちんとセットで用意されてるわけじゃないよ。この手の話は尾ひれがついたり混じり合ったりするから、今どんな噂がどれだけあるのか確認するのは難しいんだよ。そうよね、私が知ってるだけでも20以上あるもんね。うん、そうなんだよね。私もなんでうちの学園の七不思議はインフレなんだろうって前から思ってたんだ。おそらくキャンパスが広いっていうのがその原因になってるんじゃないかな。いろんな建物や銅像なんかがあるから。それもそうだし、キャンパスの広さや建物の大きさの割には生徒数が少ないっていうのもあるんじゃないかな。そういうこと。星原さんの噂なんて学園中に広まっているよ。七不思議の中に入れている生徒だっているんだから。そんなの根も葉もない作り話だよ。日時や個人名まではっきりしている噂っていうのは根も葉もあることが多いんだよ。だって星原さんにはそういう噂が多いんだ。私だって悪質だと思うよ。だから根っこを探りたいんだ。それにアキちゃん、これはアキちゃんのためでもあるんだよ。私に？まあ、生き返ったっていうのはいくらなんでも嘘っぽいせいか、超能力で助かったなんていう苦し紛れの理由をつけた噂もあるんだけどね。そうだよね。でもこの場合重要なのは、なんでこんな噂が立ったかというその経緯にあると思うんだ。噂によると、誰かが渡り廊下から見てて慌てて現場に行ったのに、そこには死体も何の跡もなかった。案外そうだったのかもね。生き返ったっていう噂が流れたのはちょうどその頃を境に、彼女の性格が変わったことが大きな理由になってるらしいの。さあ、私もよくわかんない。でも噂になったところを見ると何かあったんだろうね。そうなの、麻生さんが原因かもしれないし、何か知ってるだろうって。それに星原さんの噂はそれだけじゃない。進君は彼女と去年の意識不明事件との関わりは知ってる？飛び降り自殺の噂はちょうど去年の今頃に広まったんだけど、去年の事件とちょうど時期が一致するんだ。それとね、今年の3月にもちょっとした噂が広まったんだ。星原さんっておとなしいから、一部の同級生に嫌がらせとかさ
されてたらしくてね。ところが嫌がらせをしていた連中の一人が校舎裏で意識不明になって倒れていたっていう事件が起きたんだ。でもそれはあくまで噂なんでしょ？3月の件はあくまで未確認の情報、嘘か本当かわからないんだけど。そうなの、嫌がらせの仕返しだったってことらしいけど、どれだけ誇張された話なのかはちょっとわからないな。そこに今回みたいな事件が起きて、また噂が広まったっていうわけだよ。それが噂の特徴なんだよ。発生した原点を中心に無軌道に進化していっちゃうっていうか。だから私は原点を探って噂の進化を止める。進くんは七不思議の記事を書くんでしょ？だったら協力させてよ。鼓ってこういうことには強いから、神岡くんに協力できると思うよ。私は全然役に立たないけど。何言ってんの、アキちゃん。私たちで一緒に七不思議の調査をするんだよ。とりあえずさ、私は私で調べたいことがあるんだけど、進くんの記事用に新しく発生した噂、新七不思議について調べてみようか。We'll be right back.